フローゼル・アダムスは、イリノイ州シカゴ出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のダラスカウボーイズ、ピッツバーグ・スティーラーズで13シーズンプレイし5回、プロボールに選ばれている。ポジションは、オフェンシブ・ラインマン。ミシガン州立大学の4年時には、ビッグ・転換ンンファレンスの最優秀、オフェンシブ・ラインマン及びオール・アメリカンに選出された。また、アウトランド・トロフィーとロンバルディ賞の選考でも、 セミファイナルまで残った。1998年の NFL ドラフト二巡全体38番目で、ダラスカウボーイズに入団、プロボールに5回選ばれた。2005年のニューヨークジャイアンツ戦で、全十字人体を負傷、残りシーズンを棒に振った。2008年2月28日、カウボーイズと6年4200万ドルの契約を結んだ。2009年シーズン、彼は、 相手選手に対する、キッキング、トリッピングを数度起こした。また12月6日のニューヨークジャイアンツ戦では、前半戦最後のプレー終了後に、ジャスティン・タックを後ろから押し、これが乱闘に発展、その後 NFL から5万ドルの罰金を科された。これがきっかけで、オフシーズンには、ルール改正が行われ、パーソナルファウルの罰則が強化された。 2010年1月17日のミネソタバイキングスとのリビジョナルプレイオフでは前半で負傷退場し、チームも敗れた。2010年4月2日、カウボーイズから解雇された。同年7月29日、ピッツバーグスティーラーズと2年契約を結び、シーズン絶望となったウィリー・コロンの代わりに右タックルのポジションを務めた。この年スティーラーズは、 第45回スーパーボールに出場し、試合ではグリーンベイパッカーズのディフェンスラインの選手を圧倒したもののチームは敗れてスーパーボールリングは得られなかった。2011年7月29日スティーラーズから解雇された。ニックネームはホテル。靴のサイズは40センチメートル。右耳の聴力が弱い。いとこに NBA でプレーしたハーセホーキンスがいる。 2005年以外は全試合に出場しており、2006年から2010年シーズンまで80試合連続出場を果たした。彼はフォルススタートやホールディングなど反則の多い選手であり、2005年からの反則はアレックス・バーロンに次いで NFL2 位の67回を数える。2009年には開幕週から第3週まで3週連続で罰金を課された。 スティーラーズに在籍していた、イソユリコによると、見た目は、ちょっと怖いが、とても、ナイスガイだという。2009年10月11日、フォックス放送で、トニーロモと付き合っていたジェシカ・シンプソンが激太りした、ことについて、フローゼル・アダムスみたいになった、というバカにした内容のアニメが放送された。この件で、フォックスとスポンサーのバーガーキングは謝罪している。ありがとうございます。